ビッグモータータ西尾店では店舗前の街路樹3本などが不自然に枯れ県は今月1日街路樹の植え直しや土壌調査の費用としてビッグモーターに合わせて128万7000円の支払いを求める命令を出していました県によりますとおとといビッグモーター側から全額納付されていることが確認されたということです県は来年1月ごろに復旧工事を実施する予定です この問題をめぐっては名古屋市も市内4店舗について合わせて424万円余りを請求しているほか一宮市では今月2日ビッグモーター側がおよそ14万円を支払うことで合意したと発表しています。